プリゴジンがですね、こんなこと言ってます。これ昨日のニュースなんですけどね。ロシア軍、ワグネル部隊に対して爆弾仕掛ける。どういうことどういうこと、ロシア軍とワグネルってどういう関係なのみたいな話なんですけど、プリゴジンがこんなこと言ってるらしいです。ロシア軍がワグネル部隊に対して爆発物を仕掛けたと、テレグラムでね、プリゴジンが投稿したらしいと。プリゴジン曰くですね、ワグネルの隊員が、ロシア国防当局者が後方地域に数百個の対戦車地雷を含む様々な爆発物を仕掛けた箇所を数十箇所発見したと。隊員がね。で、なぜ仕掛けたのかという質問に対し、職員は上官の命令だと答えたとね、それを置いてるやつ。お前何ここ置いてんだと、俺たち通るかもしれねえだろうっつって怒ったらしいんですけどね。それからね、仕掛けられた場所はですね、候補地域であるため、敵に向けた爆弾ではなかったと。つまり、これらは、ワグネルの戦闘部隊を迎え撃つためのものであったと考えられると。で、まあ、いずれも爆発せず、怪我人は出なかったらしいんですけれども、プリゴジン氏はですね、もう公開鞭打ち刑のようなもんだと、ふざけるなと言って、憤慨しているらしいんですが、かなりひでえことをやってるなと、いうところですよね。まあ、これだけ残虐なことよくできんなと、まあ、陰謀界隈でね、ダークシュナイダーとか言ってね、ひでえことやってるとか言いますけど、ロシアじゃねえのとかね、私は思うんですけれども、これはね、どうなのかと。